パトリック・コーテは、カナダの男性総合格闘家。ケベック州、リムスキ出身。BTT カナダ所属。元 TKO 世界ミドル級王者。元、MFC ミドル級王者。パトリック・コートとも表記される。カナダ陸軍在籍中の2000年に、アマチュア総合格闘技をはじめ、2002年にプロデビュー。2004年10月22日、UFC 初参戦となった。 UFC50 でガイメッツァーの代役として、急遽ティトオーティズと対戦し、0から3の判定負けを喫した。2006年8月、UFC 再挑戦をかけ、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン4に参加。11月11日、フィナーレのミドル級、トーナメント決勝でトラビスルターと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本負けを喫した。 2007年6月1日、TKO 世界ミドル級王座決定戦で、ジェイソンデートを対戦し、パンチ連打で TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。2007年8月25日、UFC74 では、ケンドールグローブと対戦し、右クロスカウンターでダウンを奪い、マウントパンチで追撃して TKO 勝ち、ノックアウトオブザナイトを受賞した。 2008年1月23日、UFC ファイトナイト、スウィック VS、バークマンで、ドリュー・マクヘドリーズと対戦し、パンチラッシュで TKO 勝ち、ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2008年10月25日、UFC90 の世界ミドル級タイトルマッチで、アンデウソン・シウバに挑戦し、3ラウンドに、コーテがステップ中に右膝を脱球して試合続行。 不可能になり TKO 負けを喫し王座獲得に失敗した。2010年5月8日、1年6ヶ月ぶりの復帰戦となった UFC113 でアランベルチャーと対戦し、チョークスリーパーで一本負け。2010年10月23日、UFC121 でトムローラーと対戦し、0から3の判定負け。3連敗となり、UFC から リリースされた。2012年7月7日、1年9ヶ月ぶりの u f c 参戦となった UFC148 でカンリーと対戦し、0から3の判定負けを喫した。2013年3月16日、ウェルター級転校初戦となった UFC158 でボビー・ボルカーと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。 2015年8月23日、UFC ファイトナイト、ハロウェイ VS、オリベーラで、ジョシュ・バークマンと対戦し、パウンドで TKO 勝ち、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2017年4月8日、UFC210 で、チアゴ・アウベスと対戦し、判定負け。試合後に引退を表明した。ありがとうございます。